わっさっ、やっぴーまるです。はい、ということで、今日はですね、やっと開発ビルドとパッチノートが届いたので、ね、先行プレイやっていこうかなと思います。まあ、アプレ内容が今回すごい多くて、特にバランス調整がね、めっちゃ多かったんですよ。で、ちょっとバランス調整の方はね、まとめきれなかったんで、ジュリマツさんの、動画を見たり、ツイッターで画像貼ったりしてたんで、そっちをね、確認するといいと思います。で、今日ね、すごい大事な話があって、まあ、トロフィーリーグの話、まあ、2週間から4週間に変わった理由ですね。まあ、こういうのもあるし、あとはね、マップメーカーもちょっとね、やりやすくなったんで、そちらを今日はね、紹介していこうかなと思います。先行プレイ、大好きだよって方は、高評価と、チャンネル登録、そしてね、コメントで大好きだよとかね、楽しみだよとかね、そういうの、あと意見とかなんかあったらよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずですね、トロフィーリーグの話からやっていきましょうか。はい、皆さんご存知の通り、トロフィーリーグの期間が2週間から4週間に変わるんですよ。はい、これ聞いた時ね、マジかとかね、死人出るやんとか、そんな感じの人が多かったんですけど、細かくね、調整が入っていて、まあ、リーグがですね、2週間から4週間になるのと、あと、トロフィーリセットのね、時に、トロフィーが減るじゃないですか。それがね、少なくなる。っていうか、なんつうんだろう。まあ、細かく分けられるっていうのかな。はい、感じになります。まあ、そこをね、ちょっと具体的に話していくと、今まで501から549の、トロフィーの人は、リセットがね、なかったんですよ。だけど、アップデ後になってから、501から524の人は500。525から549の人は524みたいな感じでね、増えた感じですね。そうすることによって、マッチメイキングの質が良くなるっていうことですね。自分に合った相手と当たりやすくなるっていう感じかな。はい。で、今まで多分2週間だったから、トロフィーリセットがめちゃくちゃ早かったじゃないですか。そういう風になってると、大体の人がね、525の人がすごい多かったらしくて、トロフィーがね。そうなってくると、まあ、多分ね、多分体験してると思うんですけど、例えば、まあ、525のキャラを使って、味方にね、同じトロフィーなのに、めっちゃ下手な人がおるとかね、とか、相手にめっちゃ強い人が来るとか、そういうのがね、あったんですけど、それがね、なくなる。って言っていいと思う。うん、なくなると思う。はい。だから、4週間になったことによって、本当にやってない人と、ちょっとでもいいから、かじってる人、エンジョイ勢の人の差もつく。し、上、めっちゃやってる人と、普通にやってる人の差もつく。もうだから、すごい分けられるんですよね。そうすることによって、マッチメイキングの質が良くなる。だから自分に合った相手と当たりやすくなるっていう感じになるので、今回のね、このね、2週間から4週間になるのは、上を目指す人はすごい大変だと思う。だけど、逆に言うと、下の人とか、まあ、普通に楽しんでる人は、上の人と当たりづらくなる。っていう感じかな。自分に合った本当のトロフィーを目指せるっていうのが今回の、一番いいアップデかなと思います。だから、ボコボコに負けて、やめるとかそういうのがなくなるんですよね。はい。だから本当に楽しく、ブロスターできる。ここに、目標がある人は、それに向けて、いい感じにやっていけるって感じですね。だから今回のこのアップデはすごいいいと思います、僕は。はい、ということで次ですね、マップメーカー、ちょっとね、変わったところがありまして、まあ、こちらマップメーカーの表示のとこなんですけど、これね、見てください。フレンドゲームいけます、こっから。これめちゃめちゃ良くない?めちゃめちゃいいと思うんですよ、これ。これすごい良くて、まあ、簡単になったっていう感じかな。あとは、まあ、こっから編集はできるのは普通なんですけど、これ見て。はい。マス目がつきます。これすごくない?これね、めっちゃやりやすい。なんかね、起きやすくなるというか、自分が起きたいところに、起きやすいというか、もう普通になんかちょっとやりやすくなる。マップメーカー使ってる人からしたら、すごいじゃん、これみたいな、感じだと思います。で、あとはですね、なんかその、ま、今までそうだったと俺は思ってたんですけど、このね、置くじゃん。で、この、触るとね、こうやって動かせる。ようになる。長押ししたら、こうやって動かせるようになる。まあ、これは多分前からなんですけど、なんかこれも一応書いてあったんで、ちょっと一応言っときますね。こうやってね、動かして移動できるようになる感じかな。長押しすると。あとは、置いた時こうやって長押ししてると、こうやってね、ドラッグで
こんな感じで弾けるようになる。これも前からそうだった気がするんですけど、違かったみたいですね。はい。まあ結構ね、作りやすくなる感じですね。俺からしたら。例えば、あ、すごっ。ドラッグしてこうやってやったら、これ全部取り消しで消るわ。はい。まあまあいいか。例えばなんですけど、こうやってね、あ、これじゃないわ。こうやってね。まあ、どっからどこまでみたいな。よくさ、塗り絵であるじゃん。こっから、ここまでとか。こっから、まあ、マス目あるからそもそもすごい。あ、間違えちゃった。やりやすいんですけど。あ、もうずれた。まあいいや。これは俺の操作。ここ、こうやってやるじゃん。したら、あとは、こうやって塗りたぐれる。塗り絵みたい。だからすごいやりやすくなったね。うん、感じはします。はい。すごい綺麗。すごい綺麗じゃん、なんか俺。はい。まあそんな感じでマップメーカーもね、いい感じに使いやすくなりましたっていう、感じです。なんか保存しちゃったけど。いいね。はい。まあマップメーカーはそれと、あとはですね、なんかそのコンペ登録で自分のマップがプレイされた後の投票の状態。だからみんながいいねって押した状態がわかる。だから受信箱に届くらしいです。ここのね、はい、右上の受信箱に届くらしいんで、皆さんね、確認しやすくなる。自分の、あれがね、確認しやすくなるという、まあそういう感じですね。はい。そんぐらいかな？うん。まああとはなんかそんないい感じのでもないんで、そんぐらいだと思います。はい、次なんですけど、スキンをちょっと紹介していこうかなと思います。今回来るこのくるみ割る人形ギャール行きましょう。さてさて、どんなもんかと。はい。なんか遅延あるんだけど、まあまあでも、あ、かわいい、結構。バネは変わんないのかな。バネは変わんない。でも結構かわいいね、これ。いいね。これ多分ね、クリエイターが作ったやつらしいですね。いくよ。レッツゴー。おー、かわいい。なんか、今まで冬の感じだったとか、砂漠とかだったんだけど、一気になんか、かわいくなりましたね。イェーイ。よいしょ。で、これはね、確かね、何エメラルドだっけな。ちょっと待ってね。これね、150エメラルド。まあ、さすがにそうか。なんか全部、そう、変わってるとね、150ってちょっと高くなるんですけど。まあ、いいかな。ゲイル、俺あんま好きじゃないんだけど。そもそも全然トラ上げしてなくて。そうだね。はい、そんな感じです。はーい。はい、次、雪だるまティックです。かわいい。めちゃめちゃかわいいです。これはですね、ちょっと待ってね。玉も変わんのかな？あー、かわいい！いいじゃん。頭もちょっと試したい。頭が、おー、かわいい、かわいい。はい。まあ、エフェクトはそこまで変わってないっていうね、感じだけど、俺結構このティックのスキン好きだな。はい。カニよりこっちのが好き。で、こっちの、雪だるまティックは80エメラルドっていうね。まあまあ、まあまあします。まあ、ゲイビーよりはそこまで変わってないってことかな。はい。バーン。いいっすね。あざした。はい。ということで、次、フランケンでございます。ちょっとなんか、やばそうな見た目なんですけど、ちょっと行きますか。やばそう。本当にやばそう。どんなもんかと。まあ、フランケンは来ると思ってた、正直。クリスマス。よいしょ。なんか、あれは変わんないね。この攻撃してるあれは。うん。見た目だけですね。これ、見た目だけパターンですね。はい。見た目だけパターン。ってことは、めっちゃ安いんじゃない？こいつは、150メロド？え、なんで？え？なんか変わってる？見た目だけよね。なんだろう。なんでだろう。わかんない、わかんない。え、変わってないよね。なんだろう、わかんないですけど、なんか150エメだってちょっと高いんだけど、これ。はい。クリスマスツリー代も入ってるってこと？わかんないけど。はい、じゃあ、以上です。はい、ということで次、ボーです。こちら、ウォーリアボー。こちらはですね、なんかチャレンジが来るじゃないですか。そのチャレンジをクリアすると、もらえるやつですね。で、このチャレンジがですね、確か12章かな？はい。ちょっと待ってね、探してるから、ちょっと待ってね、すごい下の方、あった。デュオバトルロイヤルチャレンジ、12回のうち4回負けたら失敗、だそうです。あれ？前、4回だっけ？まあ、いいか。4回負けたら失敗。で、勝利条件はですね、1位か2位が、いいらしいです。1位か2位だったら、勝ちらしいんで、まあ、ちょっと、あれかな？まあ、普通のトロ上げと一緒かな？はい、3位以下はダメと。で、商品は、スターポイント、と、スキン、これですね。
だからコインとかはもらえない、スターポイントだけですね、今回は。あれ、いつもそうだっけ忘れちゃった。はい、ですね。で、これがもらえると。まあまあ、まあまあかっこいい。あ、帽子やん、これ。後ろ帽子やん。なんか、ちゃんとあれ止まってるし、これ、なんつうの、これ。はい、ね、カチャって、カチャって止めるやつついてるという感じですね。ちょっと試していきますね、これ。でーい。でーい、でーい。よしよしよし。なるほど。すごい普通。すごい普通。すごい普通。何？めっちゃ普通やん、これ。いいの、こんなんで。これめっちゃ安いんじゃない、これ。いや、なんか、ちょっとこれはいらないな。いらないって言っちゃったら、いらない。別に欲しいとは思わん。めっちゃ普通、これ。なんだよ。はい。で、これね、負けても次の週売られるんですけど、30エメラルドで売られます。そりゃ30エメラルドか。まあ、あのスプラウトのハロ、あ、なんだっけ、あれ、夏仕様、サマースプラウトみたいなのいたじゃないですか。あれと同じ値段ということで、結構安いですね、安い。もうちょっと高いの欲しかったな、勝てば取れるのね。ね、ちょっとなんか、あれだけど、逆に、なんで棒なんだろうね。棒めっちゃ好きあるからさ、別に他のでよくない？好きないやつ結構いるんじゃない？言いたっけ、まだ。あれ？忘れちゃった。はい、ということで、あとは、エルプリモスプラウトとかね、なんかそこら辺の、ゴールドスキンが追加という感じです。以上ですね。はい。まあ、ということで、今日はね、こんな感じで、終わっていこうかなと思います。まあ、もっとあるんですけど、ちょっとまとめきれなかった。で、もうすぐ次のね、やつがあるんで、ちょっと今回は、僕がね、一番大事かなって思うところだけ、紹介していったんで、よかったら、高評価とチャンネル登録、そしてコメントでね、ぜひとも感想ください。やっぱトロフィーリーグが2週間から4週間になることによって、みんなのトロ上げのね、まあなんか楽しさっていうのかな、はい、がちょっと変わるので、よかったら家族で一緒にやってみてください。以上かな。はい、ということで今日はこんな感じで終わっておきましょう。皆さん、それでー、また、バイ。